Xbox は、マイクロソフトが開発及び販売を行った家庭用ゲーム機である。Xbox と小文字で表記されることが多いが、ロゴ等は Xbox とすべて大文字で表記されている。Xbox は固定されたゲームプラットフォームだったが、Windows 8ではエンターテインメントブランド、Windows 10では Xbox プレイ。Anywhere といったゲームをコアとしたサービスプラットフォームへと広がりを見せている。当初、マイクロソフトはセガのドリームキャストに自社が開発したオペレーティングシステムの Windows CE を提供して技術協力していた。ドリームキャストが商業的に失敗すると、マイクロソフト自身がゲーム業界に参入するという噂が流れる。背景にはセガとの路線対立やソニーコンピュータエンターテインメントや任天堂に提携を求めて断られたことがあるとも言われている。当時のセガ会長、大川勲が Xbox 開発の話を聞きつけ、マイクロソフトの当時社長ビル・ゲイツに何度も直談判し、セガのタイトル資産を提供するから、ドリームキャストの互換性を Xbox で実現させてくれと、ドリームキャストの道筋を作ろうとした。だが、ドリームキャストはインターネット環境を有するのに対し、Xbox はインターネット環境を考えておらず、この話は結局破談となった。このことが後に日本法人マイクロソフト株式会社社長を当時務めていた古川徹によってツイッターにて語られた。2000年3月、日本国内の PS2 発売のわずか数日後にマイクロソフトがゲーム機参入を発表。当時ソニーグループは PS2 で Wintel に挑戦すると宣言しており、マイクロソフトが逆に挑戦するという構図になったことで話題を集めた。製品仕様や発売前の技術デモなどは徹底的に PS2 を意識していた。噂の段階から開発コードネームとして浸透した Xbox がそのまま実際の名称にも使われることとなった。マイクロソフト社内での最初期のコードネームは、プロジェクトミッドウェイで、マイクロソフトならではの PC のノウハウを活かした、ゲームコンソールと PC の中間の存在を目指すこと、及び、ミッドウェイ回線になぞらえた日本への反抗開始が意味されていた。また、ビル・ゲイツの激怒で、プロジェクト中止の危険もあった。かつて、日本のゲーム機市場に、他国メーカーが本格参入した例は少なく、Xbox の上陸は黒船に例えられて話題を集めた。2002年2月22日の日本市場発売に合わせてビル・ゲイツが来日し、笑っていいともに生出演したり、X JAPAN のYOSHIKIを起用したりと大規模な宣伝活動をした。最終的に日本国内50万台、全世界2400万台の売り上げを記録した。全世界で最も売れたソフトは、ヘイロー2、日本国内で最も売れたソフトは、デッド・アーライブ3となった。日本発売時の初回出荷台数は25万台と発表されている。一方、エンターブレインによれば、日本での発売開始から3日間の推定販売台数は 123,929 本で、ソフト装着率は 1.45 本である。また、日本はシェアがマイナスになった唯一の国でもある。北米をはじめ日本以外の地域では、プレイステーション2に次ぐシェアを獲得し、全世界での累計販売台数は、任天堂ゲームキューブを若干上回っており、ヘイローシリーズなど海外メーカー製の爆発的ヒット作も多数生まれている。2005年、日本国外で初めてゲーム関連事業は単年度黒字を達成した。日本での発売当初の希望小売価格は 34,800 円だったが、2002年5月22日に価格改定され、希望小売価格 24,800 円に。2003年5月29日から7月31日まで 6,800 円のキャッシュバックキャンペーン。2003年11月20日には、本体価格を 16,800 円に値下げ。その後、2004年5月に発売された Xbox プラチナパックにはゲームソフト2本や追加のコントローラ DVD ビデオ再生キットなどを追加した上、19,000円にまで希望小売価格を下げた。PC、AT 互換機用パーソナルコンピュータの部品をほぼ、そのまま流用した構成となっており、一部のメディアは、ほとんど PC と呼ぶほどだった。コントローラのポートは形状こそ異なるが PC でも一般的な USB 規格が使われている。製造はフレクストロニクスに委託された。サウンド、HDD、DVD インターフェース、イーサネットはENFOSの MCP に相当する集積チップの MCPX が処理する。オペレーティングシステムとして Windows 2000のカーネルをごく軽量化したものを搭載し、API には DarkTex を採用している。Xbox Live というオンラインサービスを2002年11月に米国、2003年1月に日本、同3月に欧州各国でそれぞれ開始した。標準本体のみでオンラインサービスに接続できるのが最大のセールスポイントであった。さらに、Xbox Live 対応ゲームすべてで共通のコミュニケーション手段として、プレイヤー同士の音声での会話、ボイスチャットを採用した。スターターキットに、セガの人気タイトル、ファンタシースターオンラインを標準添付するなど、戦略的な施策も盛り込まれた。しかし、日本でのオンラインゲーム普及のペースが予想より遅かったことや、2002年9月に発表され、Xbox Live のキラーソフトとして期待されていた、トゥルーファンタジーライブオンラインが開発中止になるなど、やはり魅力的なソフトが存在しないことから、ライバル機に対し優位性を打ち出せなかった。また、多機種がウェブマネーや口座振替などの未成年者でも比較的利用しやすい決済方法を取り入れているのに対し、Xbox 時代はクレジット決済しか提供されていなかったことがハードルの高さにもつながったと考えられる。その反省を踏まえてか、次世代機 Xbox 360にも共通して提供されている Xbox Live においては、クレジットカード決済のほか、プリペイドカード、郵便局の ATM やコンビニエンスストアの決済などを用意している。ありがとうございます。